桜堂薬師は、岐阜県水波市と基町和座桜堂にある寺院で、三号は、隅王山。本来の寺号は、宝明寺であるが、通称の桜堂、薬師の名で広く知られている、東能地方屈指の古刹。改装以前、奈良時代に、岩章天皇の御子の病を癒したという伝説があり、境内には王女の病を癒したと伝わる、伊イ岩イという霊園石がある。 その後公認三年、佐賀天皇の直眼により、自覚大使縁人の奉仕である三大聖人格優が、天台宗の寺院として開いたと伝わる。商人が当地を訪れた際、桜の葉の虫食い跡が教門となる気遣いがあったと、される。三大聖人はこの地で没したとされて、その供養塔が寺の東の山中にある。供養塔には、元行三年と、記名されていたと言われ、 岐阜県最古の記名石像建造物として、県指定の史跡となっている。その頃の桜堂役師は、高野山、比叡山に並び散々と呼ばれていたとされている。その後、社石中に桜の名所として紹介されるなど、鎌倉時代にも数形を集めていた。鎌倉幕府からも保護され、比叡山の末寺として24坊とも36坊とも言われる、房院を有していた。 二十四の防院の名前と場所は、現在に伝わっている。元気二年に、武田氏の東農信仰の際に、森長義によって焼かれるが、戦乱が収まった後に、森長義と、時信友によって再興される。その後江戸時代に入ると、岩村藩主松平氏によって保護されるが、松平氏が国替えによって、岩村を離れると外護者を失い衰退した。天大層。 英州が衰退した桜堂薬師を訪れて最高を志したものの老齢のため奉仕の片秀にその希望を託した。漢文7年に松平氏に代わって岩村藩主となった庭師順の助力を得て再建がなる。その後、無重となり臨済宗行真寺派の新工事が管理している。自宝として両王、抜刀、なそりの部学名や松平氏や庭師。 名古屋の商人によって、慶長年間から教法年間にかけて奉納された絵馬があり、これらは岐阜県の文化財に指定されている。このうち、絵馬は所蔵していた掛け軸などとともに、平成14年に盗難に遭い失われた。寺院境内の観音堂にある観音菩薩は大悲山で峰山観音として祀られていたものを当時に移したものである。寺の周りに鶴池、 亀池と呼ばれる池があって、レンゲの名所となっている。ありがとうございます。